何もいらない。いただきます。米出てもらう。ここにのしものかな、うん、米が濃厚すぎちゃう。うわ、びっくりした。んイカも入ってた。イカもダメな。びっくりするとこイカも入ってたって。めちゃめちゃ。ごめん、めちゃくれるよ。ありがとう。いや、全然きつない。さすが。さーい。最初直後に。時期あるそうか。え、海苔あげんで全然。エビもらってますからね。メインディッシュじゃん。俺も海苔あげんで。全然。いいよ。ありがとう。あざ。いただきます。最近なんか四十九日の外相な親戚にしてんけどさ、うん、疲れなんかお菓子屋さんでさ、うん、のしはつけはりますかって言われて、あ、うん、なんか多分あの紙のことかな、うんうんうん、つけますって言って、うん、なんて書きますって言われて、うん、分かりませんって言ってのしがね、うん、そうでも優しいから聞いてくれたから書けたけどさ、あんま分からんよな。いやでもほんまに一回さ、うん、めちゃくちゃ若い時に、うん、結婚式に初めて出たみたいな、うん、知り合いの、うん、であの祝儀の書き方が分からへんくて、うん、調べてもさなんか当時はそんなまだなんか出てもけえへんしさ、うん、親も仕事で連絡使えへんしさ、マジでどうしようか思う。なんて書いてあるの？お祝いって書いてあるの。裏に書いてるやん。うん、書くことあるな。うん、祝儀の書いてるじゃん。なんか、何、なんかほんまに分かれへん。紙いっぱい入ってる。それも日本のなんか伝統みたいなのさ、虫紙とかもさ、祝儀貼れへんやん。うん、なんで学校どうしてんのかな。ほんまそうやねん、食べてるの、うん、それはめっちゃ思う。書道の時間結構潰すよね、うん、せやな。1時間でええやん、すぐできるもんな。学生の時に教えてもらいたかったものだね。かぶっちゃう。税金対策。あの不動いい不動産と悪い不動産の見分け方。でも先生も教えてほしそうやね。逆に言うたらさ、教師ってさ、うん、基本的にはそういうことしたらあかんやん。どういうこと？副業禁止やん。うんうん。じゃあ株とか。やってるか知らんけど、公にはできへん、うん、積み立てのだから教えようにも教えられへんし、そもそも昔語りの先生やったら、うん、もう学校卒業してすぐ先生になってるから社会に何が必要かとか知らんやん。分からん。勝手にな、学校がやってくれるようなとは、うん、結構知らんのちゃう。どうしたらいいかな、これからの社会のために。自分が動くな。これからの社会のために。最近加藤めっちゃテレビ出てんな。加藤さん、うん、吉本のあれ切れたから。あ、そうなの。切れたから出てる。動きやすくなったんじゃん。え、そのエージェント契約終わったから、うん、更新されへんかったって。あ、向こうが嫌ってた。ダメって吉本側からじゃん。うん、あれやんな、給料が全部わかるし、仕事も自分で来たやつちゃんと選べるってことやな。うん、
デメリットとしては自分で仕事をもらいに行かなあかんとか、うん、プロモーション内容とかで、うんうん、イカもおるやん。びっくりした、うん、高校とさ、なんか職アルバイトをよく雇ってる店と経験者やもんな、うん、学校側もなんか安心して渡せるし、うん、なんかあかんのかな、そんな授業なんかね、癒着になるかな、アルバイト禁止みたいなところも多い、あまだうちもあったわ、だからこう、その職業体験みたいなのあったりとか、そっかそっか、禁止か。俺太ってて全部面接落ちてた。そんなことある？あるやろ。飲食店とかって絶対いいやん。顔もいかついしさ。だから太ってるじゃないや、それはちゃんと。眉毛も太い。眉毛も太いし。太いちゃう、薄いし。ほぼなかった。昔から薄かった。ほぼなかった。なんかヤンキーじゃないけど、舐められたら食われると思ってたから。わかん、でもみんなしてた気する、うん、コンビニでずっとお前態度悪いなって言われてるみたいな、アルバイト先に最悪、うん、やん、もう絶対そんなことない、あれやろ、ないね、でも言われてることやろ、うん、まあなそれが全てそれ言う店長の態度も悪かったよ関係あれへん、ね、店長が悪かったとてやね、めちゃくちゃニコヤか接客してた記憶やね、ほんまにニコヤか、どんな感じ、あ、いらっしゃいませ、ほんまに、ほんまに、もっと怖がってたんちゃんか、うん、いや、まあ、嫌いな人みたいなやつが来たらめちゃくちゃ態度悪かったけど、何の接客だったの、何の入ってコンビニ、コンビニやったことない、俺もないや、なんか、うん、なんちゃらちょうだいって言われるの嫌い、うんうん、初対面の人にわかります、いや、あげへんちゃんだ、いいじゃん、ちょうだい言われたらめっちゃ腹立つ、ください、いや仲良かったらいいけど、でもテレパシー送ってるから気づけないよりマシちゃん、
仲良くなりそう。気づいたんで返してましたけど気づかないんですかっていう。後藤のそう申請用なんですね。居酒屋で働いてた時にお客さんに水かけられたね、うん、配達対応したの。いや、なんかあのちっちゃいさ、ミニシャンパンタワーみたいなのを建てれるみたいなコースがあって女子会とかで、でも基本的にそれ危ないから従業員が建ててもいいけど、うち建てに行こうとしたら、いや私らキャバクラで働いてるからさ、そんなん自分らでできんねんかみたいな、うん、で、まあ店長に言いに行ったら、もうじゃあさせとけっつってやったらガシャーンってなって見に行ったらもう崩れてて、でなんかあの崩れたんやけどそっちのグラスが悪いんちゃうみたいなめっちゃ言われて、すいません、あすいませんみたいな、なんか私の携帯もこれで濡れてんけどどうしてくれんねんかけられた覚えてた、つらかった。つらいな、やばい。うん、お店の裾をさ、うん、許せるってどこまでだよ、うん、いや怒ることがないやんか、うん、なんかそうほんまにいらん、うん、わけわからんことされへん限りさ、うん、水こうバッチャーこぼされて、うん、あ大丈夫ですよ、うん、怒れるってすごいなって接客してたよ、うん、店員さんが怒るってこと、お客さんが、怒るのはさ、まあ、わかんないけど、うん、なんかめちゃくちゃまくし立ててくる人とかいるよ、うん、でもこっちだってさ、ほんまにすいませんってなるやん、うん、もうごめん、本当すいませんみたいな、でもそういう人って日常的にさ、遅れる理由めっちゃ探してそうだ、僕みたいな高野君はイライラで終わってるけど、なんか怒りたくて大きい声出したくてそれの理由探してるみたいな感じちゃう。大阪とかさ、いや俺目当ただけで大声でまくしたくてくるおっちゃんとかよいね、やばすぎやろ、ちょっと田舎の方行ったおばちゃんも、ある意味動物的なのかな、うん、でも人間多分傷つけ合うためにできてる気がするわ、そのことせそんな聞いてへん、傷つけるのが別みたいな、うん、介護的に制約説やな、制約、人間は生まれ持って赤ちゃんとしてうぎゃって生まれた瞬間から、うん、性格悪いものとしてかって考えるか、生まれてきた時はみんなでまっさらで性格いいけど、まあ、環境とか周りに左右されて悪い考えを持つんだよみたいな、2つは性悪説と性善説、そんなん性悪しかないだって多分、うん、何かを求めること自体が悪いことやと思う、うん、捉え方によっちゃなんか性悪や、はい、ドドンパ無事にドドンパされてる人。習わんかった、でもそれ。あ、そうなの、習った。アガペとかどんなやつ。うん、ちょちょ、マジ国語の、なんて国語じゃなくて、なんか漢文？漢文とかにあって、孔子が。ほんまに？ヨシが喋るってこと？うん。ご飯ついてた。Whew.